8月7日放送。ナンバーアンダーライン愛による爆笑ダンスジェスチャーゲームを見逃すな。ガンユータ・ヒラノショー・ジが挑む。パリオリンピックに負けない。週刊内内ミュージックバズリ企画大放出 SP の魅力。夏の夜、エンターテインメントの世界が一層輝きを増す時期。そんな中、8月7日、水曜日の23時から23時40分にかけて放送される。 週刊内内ミュージックバズリ企画大放出 SP は、視聴者にとって特別な時間となること間違いなしだ。この特別番組では、様々なアーティストやタレントが登場し、ユニークな企画で視聴者を楽しませる予定であり、特に注目を集めているのが、ナンバーアンダーライン愛によるダンスダンスジェスチャーゲームである。このダンスダンスジェスチャーゲームは、前回放送時に大きな話題となり、視聴者からの熱烈な指示を受けた。 その魅力は、単なるダンスやジェスチャーのゲームにとどまらず、参加者たちの個性や即興力が試される点にある。ナンバーアンダーライン愛のメンバーであるキシユ平タ、翔、神宮寺ョ太ユタの3人が、彼らの独特のユーモアと魅力を存分に発揮し、視聴者に笑顔と驚きを届ける。ナンバーアンダーライン愛は、その名の通り、個々のメンバーが持つ、愛を最大限に引き出し、一つのグループとして、 ナンンバーーワンを目指す若手アイドルグルグプである彼らはその高いパフォーマンス力と魅力的なキャラクターで多くのファンを魅了してきた。特に彼らのパフォーマンスはダンスだけでなく歌唱力や演技力にも定評があり幅広いジャンルで活躍している。ガン・太ーはその明るいキャラクターと強いリーダーシップでグループを引っ張る存在であり平野翔はその圧倒的なカリスマ性とパフォーマンス力で視聴者を魅了する。 神宮寺優太は、その繊細でエモーショナルな表現力が特徴であり、彼の演技や歌唱には心を揺さぶるものがある。この3人が織りなすハーモニーとエネルギーは、他のどのグループとも一線を画している。しかし、この放送時間はパリオリンピックの中継とも重なっており、一部の地域では放送が見られないという問題が浮上している。録画予約を試みる視聴者たちは、 番組表にオリンピックが表示されていることに戸惑いながらも、なんとかしてこの貴重な放送を見逃さないよう奮闘している。SNS 上では、録画できますように、時間指定で録画予約してみた、といった声が飛び交い、ナンバーアンダーラインアイのゲーム企画を見逃したくないという強い思いが感じられる。こうした視聴者の期待と興奮は、テレビ局にとっても大きな励みとなる。彼らは、この特別番組を成功させるために、 様々な企画を用意している例えば、シチュエーション別カラオケバトルでは、AA、グループやスーパー A と、チューブかける c と DAPUMP、日優といった豪華なラインナップが揃い、それぞれのグループが異なるシチュエーションでカラオケを披露する。どのグループが最も印象的なパフォーマンスを見せるのか、視聴者の関心は高まるばかりだ。また、 IMP やナンバーアンダーラインアイが参加するゲーム企画も見逃せない。彼らのユーモア溢れるやりとりや予測不可能な展開は視聴者にとって新たな楽しみとなるだろう。特に未公開映像が含まれるという情報もありファンにとっては大きな魅力となる。さらに、アイコ、三宅健、山崎育三郎が出演する休日ドライブ企画も視聴者にとって見逃せない内容だ。 これらのアーティストたちが日常の一コマをどのように過ごしているのか、その素顔に迫ることで、より親近感を持つことができるだろう。彼らの自然体な姿が映し出されることで、視聴者は新たな一面を知ることができる。このように、週刊内内ミュージックバズリ企画大放出 SP は、視聴者にとって多様な楽しみを提供する番組となっている。特に、ナンバーアンダーラインイのダンスダンスジェスチャーゲームは、 その独特の魅力で視聴者を引きつける要素が満載だ。視聴者がその瞬間を見逃さないために、録画予約や SNS での情報共有が活発に行われている様子は、番組の人気と期待の高さを物語っている。この特別番組が視聴者にどのような驚きと喜びをもたらすのか、その結果が待ち遠しい。そして、視聴者自身がこのエンターテインメントの一部となり、共に楽しむことで、 より深い絆が生まれるだろう。今後もこうした特別企画が視聴者にとっての楽しみと驚きを提供し続けることを期待したい。夏の夜エンターテインメントの世界が一層輝きを増す時期。そんな中8月7日水曜日の23時から23時40分にかけて放送される「週刊内内ミュージックバズリ企画大放出 SP は」は視聴者にとって特別な時間となること間違いなしだ。 この特別番組では、様々なアーティストやタレントが登場し、ユニークな企画で視聴者を楽しませる予定であり、特に注目を集めているのが、ナンバーアンダーライン愛によるダンスダンスジェスチャーゲームである。このダンスダンスジェスチャーゲームは、前回放送時に大きな話題となり、視聴者からの熱烈な指示を受けた。その魅力は、単なるダンスやジェスチャーのゲームにとどまらず、参加者たちの個性や即興力が試される点にある。 ナンバーアンダーライン愛のメンバーである岸優太、平野翔神宮寺優太の3人が、彼らの独特のユーモアと魅力を存分に発揮し、視聴者に笑顔と驚きを届ける。しかし、この放送時間はパリオリンピックの中継とも重なっており、一部の地域では放送が見られないという問題が浮上している。録画予約を試みる視聴者たちは、番組表にオリンピックが表示されていることに戸惑いながらも、 なんとかしてこの貴重な放送を見逃さないよう奮闘している。SNS 上では、録画できますように、時間指定で録画予約してみた、といった声が飛び交い、ナンバーアンダーライン愛のゲーム企画を見逃したくないという強い思いが感じられる。こうした視聴者の期待と興奮は、テレビ局にとっても大きな励みとなる。彼らは、この特別番組を成功させるために、さまざまな企画を用意している。例えば、 シチュエーション別カラオケバトルでは、a え,え、グループやスーパー A と、チューブ×ける c t d a p u 日優といった豪華なラインナップが揃い、それぞれのグループが異なるシチュエーションでカラオケを披露する。どのグループが最も印象的なパフォーマンスを見せるのか、視聴者の関心は高まるばかりだ。また、IMP やナンバーンダーラインアイが参加するゲーム企画も見逃せない。彼らのユーモア溢れるやりとりや、 予測不可能な展開は、視聴者にとって新たな楽しみとなるだろう。特に、未公開映像が含まれるという情報もあり、ファンにとっては大きな魅力となる。さらに、愛子、三宅健、山崎育三郎が出演する休日ドライブ企画も、視聴者にとって見逃せない内容だ。これらのアーティストたちが日常の1コマをどのように過ごしているのか、その素顔に迫ることで、より親近感を持つことができるだろう。 彼らの自然体な姿が映し出されることで、視聴者は新たな一面を知ることができる。このように、週刊内内ミュージックバズリ企画大放出 SP は、視聴者にとって多様な楽しみを提供する番組となっている。特に、ナンバーアンダーラインイのダンスダンスジェスチャーゲームは、その独特の魅力で視聴者を引きつける要素が満載だ。視聴者がその瞬間を見逃さないために、 録画予約や SNS での情報共有が活発に行われている様子は番組の人気と期待の高さを物語っている。この特別番組が視聴者にどのような驚きと喜びをもたらすのかその結果が待ち遠しい。そして視聴者自身がこのエンターテインメントの一部となり共に楽しむことでより深い絆が生まれるだろう。今後も こうした特別企画が視聴者にとっての楽しみと驚きを提供し続けることを期待したい。